皆さん、こんにちは。愛媛県西条市、着物しおみです。お元気ですかえー、今日はですね、6月15日ということで、もう6月もいよいよね、中旬に入ってきました。で、あのー、今、もういろんな会があって、今、PTA とかも行ってるんですけどねもう、もう夏休みの計画とかですね、イベントとか、もう今週末なんかは資源リサイクル活動があったりとか、 で通学合宿、来週通学合宿があったりとか、で夏休み入ったら学校の階段とかですね、あとレクリエーションバレー、球技大会とかですね、もう目白押しくいろんなイベントがあります。また、今日朝9時半からですね、地元の最上小学校、あ摩津小学校の小学校2年生が町探検ということで、30名ほどの学生さんがですね、児童が、 えー、着物しおみに来ましてですね、えー、ちょっと天気午前中悪くて雨降ってたんですけど雨の中で、ねえー、やってきてでどんな仕事をしてるんですかってこの面白かったのはですねこのお店で一番高いものをがまあいくらなんですかっていう質問は過去に何回もあるんですよ。今日のね学生というか児童 あですね、なんて言ったと思いますこのお店で一番高いものを見せてくださいって気持した <laughs> 見せてくださいか、えー、って思いながらですね「うん、分かったとじゃあ見せるよ」ということで、えー、急きょですね蔵の中から着物を出してきてですね えー、子供たちにお見せしました。で、まあ、あのー、な、100万円するぞとかってねあの、言ってたんですけど、まあお、周りの大人の方たちの方が真剣、んーっていう、<laughs> どれどれみたいな感じでね、えへ、ー、けになってね、見ていただいたというね、えー、非常にまあ、面白い時間をね、えー、過ごしたのと、やっぱり我々がこう楽しく仕事をするっていう中で、 えーまあ、着物っていう文化についてもお話をさせていただいたりとか、えーまあ、仕事をねこう楽しくしている姿を見ていただくということで、えーまあ、将来ね、あのー、素敵な、ね、社会人になってもらいたいなと思いました、まあ、なかなか地元の小学生でもうちの会社着物潮見に入ったことあるっていう子はですねかなりまあ少なかったんですねやっぱりまあそこもねどん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 こう増やしていかなきゃいけないなということを 感じましたさて、今日はなんですが、今も話したように、今日6月15日で、もう夏休みなんですね。で、もう今年はもうほぼ解禁、えー。花火大会がね、もうほとんど開催になりましたね。まだな、ある中心のとこあるんですかねで。ほとんど開催。で、盆踊り大会とかですね、えー、いわゆるその、 自治会とかを含めた盆踊りとかですねそういうこともだいぶこう復活をしてくるっていうことのお話を頂戴しております、えー、ぜひね夏のイベントを楽しんで、ね、いただきたいなと思いますね先日子供たちもうちのうちの子ですね、えー、が修学旅行でね、えー、広島の方に行ったんですけどまあやっぱりそういう活動 もうどんどんできるようになって、非常にまあ嬉しく思ってるんですが、この夏ですね、ぜひね、皆さんにお願いしたいのは、勝負浴衣勝負浴衣をね、作ってもらいたいんですよ。よし、これを着ていくぞっていうね、浴衣を。もう、そうですね、勝負浴衣ね。例えば、これね、 大きいね、こう、かわいい、金魚ちゃん。ドンこれね、金魚。かわいい。で、まあ、これ実際したてしたら、そんな、金魚、金魚は多分しないんですね。ね、あのー、全体的な柄で、よく見てると、ああ、金魚、あ可かわいいっていう感じね、えー、なります。こう、平面でね、こうやって見たら、ちょっと、リアルになるんですけど、え、これが、ま、タチが入ってね、あのー、着物の柄になってくると、 もっとね、こう、金魚らしさは減りますが、よく見ると金魚っていう感じで、えー、すごい可愛い浴衣です。これもね、あのー、近藤屋さんっていうところがね、作ってる浴衣になります。で、まあちょっと大人の浴衣っていうところでいくと、こう、絞りのね、浴衣、ね、ここにかかってるのとか、こういうね、 感じの浴衣ね。こう、石火絞りの浴衣。なんか、急に浴衣減ったね。だいぶ減っちゃったね。で、本格派の浴衣で言うとですね、こう、もう少し柄がね、こう、シンプルにはなってくるんですけど、すごくね、こう、写真写りとか、 染め感が、絞り感がね綺麗にね映る、えー、浴衣で、ね、藤井絞りさんのね浴衣ですね。で、 ま、あ、男もね、ちょっと紹介したいんですけど、こういう破れ格子っていうね、こういう線がね、入った浴衣。とか、原事項。昔ね、以前にね、この柄をね、あのー、香取慎吾さんがね、雑誌にこれを着て出てたの。で、同じ感じの。んこっち。 ね、あのー、ありましたね。でもこう、なんかこう、かっこよく、うちは赤っぽいね。赤っぽい赤のね、浴衣とかね。で、えっ、ー、と、ま、あ定番なんですけど、あの、ちょっといい浴衣ってなった時に、こう、ブシ武アンさんとか、ブシ武アンこう、すごい涼しげなね、ポリの素材なんですけど、あとこういう、 かわいい、あじさの柄。こんなね、浴衣。もういいですし。で、その、浴衣は、あの、基本面。で、今、ポリエステルとか、あまあ、ポリエステルに次ぐ、まあ、あの、レイオン系の素材のものだったりとかするんですけど、あとはもう、ワンステップ、こう、上がっていくと、一つは、おじやちじみ。おじやちじみの、 朝の素材。朝の素材の、えー、まあ、紬着物になるんですけどね。えー、これをまあ浴衣の代わりに着る。めちゃくちゃ涼しいんですよ。涼しいで。それもやっぱ可愛い色がたくさんあるんで、こういうね、可愛い縮みを浴衣として着てもらう。 ね、こういう朝の無地でもいいですしこういうちょっとかすりがね入ったものもいいですしでこういう時に下に着るにはまあこういうあの朝の素材の長地盤朝地盤朝もですね近江の朝とまあお地屋の朝とがあって、まあ、風合いがねそれぞれ違うんで、まあ、自分の好みに合わせるっていうことと表地の素材感にこう 素材って言っても同じ浅でも全然風合いが違うんで、えー、その生地の柔軟性というか、えー、強度というか、触り心地に合わせて、針感に合わせて、長磁場もその針感に合わせていくっていう感じですね。これ、120番手ってね、すごいね、柔らかくて細い。もう浅っていう感じしないでしょ。すごい柔らかいです。 120番手これ。80番手、100番手、120番手、140番手ってあるんですけど、あの、非常にまあこれは細い糸を使ってます。で、もう一つは、えー、一重のね、長襦袢として、こう、面薩摩、あの面のね、あの、糸を使って、京年史のこの東郷さんのね、 これも独特の風合い感とこのヒヤッとしたこのさらっと感とそうこの素材がねすごくあの人気が高いですね。物がほとんどないんでなかなか東郷さんのね長寿番持ってるっていう人は少ないとは思うんですが非常にあの弾力性粘り 去年使ってるんで、やっぱちょっとこの、ちょっと伸びるこの感覚と、肌触りの涼しさがすごい売りになってます。長地盤です、これは。で、えー、紋車の中でも、ちょっと、より回転を、特別に作った、塩見オリジナルの紋車の長地盤です。 これも、門舎って結構、こう、袖の位置とかが斜めになったりとかするときに、こう、すごいだれてしまうんですよね。か袖から長地盤が出たりするんですけど、これは、その、年始の加減をうまく利用して、肩がね、崩れにくくなっております。いろんなね、門舎あるんですけど、もう結構、こう、寸法がすぐ来る。 ものもあるんですが、これは、えー、一度ね、お試ししていただきたい。えぇ、ー、別旗でね、あのー、うちが別旗で折ってもらっている、長地袢になります。はい。でね、あとは、こういう、<laughs> 本藍染めのね、床だ。はい。本藍染め。100%本藍です、これは。トンボ。とか、 こういうい、ね、ものがありますこれ種類もたくさんあるんでもう今日今出したのはほんの一部なんですが、えー、いろんな浴衣があってこれもう今出したの全部単物丸巻きなんですけどねこっからもう全部押したてをするで押したて上がりっていうのはもう基本的に扱ってないんですよ。お客様それぞれに合わせた寸法で押し立てをさしていただくということで。 え、準備をしております。えー、今日着ていくんやけど、明日着たいんやけど、明後日着たいんやけどっていうのにはですね、実はその、すぐ着ていけるものがないっていうのは、あの、デメリットなんですが、あのー、ま、今、いろんなところでね、射手上がりとか、難点セットみたいなんで、浴衣もたくさんあるんですよね。じゃそれとまた別のものというか、うん、その次のステージに行きたいなとか、 もうちょっとこうこだわりを持ったものを作ってみたいなとかこう柄の位置とかの出し方もやっぱりその下手上がりっていうのは身長とかね、あのー、体の体型に合わせてできたものじゃないんですよね下手上がってるものはやっぱりその方の首の長さだったりとか首周りのね、えー、筋肉のつき方とかですね え、肉付きによって、やっぱりこう柄合わせっていうのは調整が必要になってきますので、まあそういうところにこだわって商品の方をご準備させていただいておりますので、えー、ぜひね、皆さんね、一度はね、あの、こういうおあつらえの浴衣なんかも作っていただきたいなと思います。まだね、あの、7月の上旬納期え間に合いますので、えー、ぜひね、来ていただきたいなと思うんですが、 えー、塩味の方もですね、5月、7月15日に、えー、着物の集いということでね、あのー、市内のね、えー、お店でイベントをしますんで、ぜひね、こういうこともお店の方にね、問い合わせをしていただくと参加の方ができます。で、7月29日ですね、えー、土曜日、えー、西条市の方でね、あの、イベントをプリキュープレスさんというところがね、 してるんです毎年ね、この浴衣とか着物を着てね、えー、歩くというイベントをされております。今年は29日にですね、地域創生センター、まあ、日打ちの方で開催するということなんで、お茶と夕食付きということで、えー、水辺を歩きませんかというご案内が来ております。で、あと、最上市内のイベントとしては、7月、うん 商店街のね余市余市が7月の8、15、22、29の土曜日18時から21時でえー、乳川ですかね乳川の花火大会が7月29日あ同じ日ですねここね7月の29日松山・大街道の余市が7月が土曜日ですね7月の土曜日 1>, 1日8日1十2 2 2 9こちらもね共に21時までですねで今治の音楽が8月5日後祭りが8月6日の日曜日三つの花火大会も同じく8月5日、えー、順延で悪天候の場合は翌日順延をしていくそうですはい えー、西条市と、ね、新居浜の花火大会は正式な発表が今のところないんですが毎年の流れから言うと新居浜は7月の28日ぐらいじゃないかなっていうことと西条市はお盆明けの8月17日の木曜日ぐらいが、えー、花火大会になるんじゃないかなっていうところですね。と、はい、いうことで今年もですねたくさん、えー 浴衣をね、着る機会、えー、夏の着物を着る機会がありますので、ぜひね、皆さんね、あの、今、勝負浴衣を作っていただいて、えー、今年はね、これで、頑張るぞ無理ぞっていうところをお、見に来ていただきたいなと思います。ちょっとね、今、だいぶ仕立ての本が込み合い出したんで、まあ、これはまたうちのデメリットなんですけどね、あの、少し時間がかかってしまう。えー、ぜひね、早く見に来ていただいて、私の一枚のね、おあつらいを、 選んでいいいたただきたいなと思います、えー、それではね皆さんお待ちしておりますので今年もね暑い夏をね過ごしていただきたいと思いますさようなら